まあ、そうかもしれないけど、それってさ、最初の人に言ってもさ、このキャバクラ楽しい場だって思ってもらわないと、もう一回来ようって思わなくない？東京のキャバ嬢のリアルに迫るキャバドキュメンタリー、それが東京キャバストーリー。神田駅から徒歩すぐにある神田茶屋。今回フィーチャーするのは神田茶屋のクレア、24歳です。キャバ歴はトータルだと4年くらいです。お酒は飲みます結構強い。あまり体質的には強くないんですけど、お酒飲んで飲み会するのは好きです。美人でしょ、性格いいでしょ、スタイルでしょ、もうね、火の打ちどころがない。ありがとうございます、うん、性格いいですよね、うん、魅力的ですよ、うん、まっすぐなんですよ。すごいちゃんとしてて素直でいい子ですよ。喋ってて気持ちいいですよ。お客さんをせっかくキャバクラに来てもらってるんで、お客さんと一緒にお酒飲んで楽しく過ごせるような空間を作るっていうのを一応心がけています。神田茶屋所属、安保貴弘と言います。役職は副店長代理になります。神田茶屋は神田というオフィス街にあるキャバクラになりまして、まあ、神田のエリアでも非常に人気のある店となっています。神田茶屋ということで、やっぱり、まあ、茶屋ブランドを掲げたお店になりますので、まあ、和の内装をコンセプトにという形でやってるお店になります。やっぱり、まあ、お客様がどれだけ楽しんでくれてるかっていうのを一番大事にしてくれるキャストさんっていうふうに僕は見ています。まあ、この仕事に対して本当に誰にも負けないプライドを持ってやってくれてると思ってます。神田茶屋の店長、木村です。クレアさんが入られた時のこととかって覚えてます？覚えてます学生みたいな感じのこれでしたね。相当成長したなって感じですね。僕も当時、面接した時にはここまで成績出せとは思わなかったんで、当時、まあ、正直言うと。だからまあだいぶ成長したかなって感じだと思います。暇な営業でも、じゃあ私できることを頑張りますねって言ってくれたりとか、入ってきた女の子、混入したばっかりの女の子たちに、いい店なんだよここはとかっていうのをやっぱりすごい、僕らのいないところで言ってくれてるのを僕結構間接的に聞いてたんで、本人の行動も含めて押してきましたね、ずっと。店長とかは特に、私ほぼ未経験で入ってて、ここ最初からずっとよくしてくれてた。なんでずっとこの店のこと好きですし、ありがたいなって思いながら働いてます。まあ、そうかもしれないけど、それってさ、最初の人に言ってもさ、キャバクラ楽しい場だって思ってもらわないと、もう一回来ようって思わなくない？なんでそんな嫌な顔しなきゃいけないわけ？でもさ、それでさ、もう誰も楽しくないもん終わったらよくなくない？でも、なんか勘違いしてました。俺が楽しければいい、俺らが楽しければいいから、別にあなたたちが楽しいか楽しいか、そういう気にしない。クリアをはじめとする他ホステスも、やっぱお客様に楽しんでもらうためにやっぱ接客してると思うんですよね。で、なった時に席上でお客様同士でちょっとごちゃごちゃしてしまった時に、なんでこの楽しい場でそういうことするんですかっていうのをやっぱりお客様に向けて直に言ってしまったりするシーンもあったので、あの子本当に表も裏もない子で、あのままの性格なので、まあ、ガツンと言ってしまうというかまあ言うことは言ってしまうことではあるかなって思いますね。私1個覚えてるのが、初めて2対2のアフターみたいなのあった時あって、若い男の子だったんですよ、2人とも。その男の子めっちゃうざい絡み方をしたんですよね。バンみたいにやりだして、ねえそれ何、さっきか舐めてんの、舐めてると思うよ、うちは。この態度はおかしいでしょ、キャバ嬢だからってそういう風にしとけばいいと思ってるんですよ、言い出して。何これ、怖いよ、こっちに。その時初めてこの人怒らせたの。本当にクレアちゃんかっこいいっていう、なんか本当一言で言ったらかっこいい。私もこういう接客できたらいいなって思うこともあるし、かっこいいからクレアちゃん見ると仕事頑張ろうって思います。神田茶屋のリサです。22歳です。
クレアさん自然体でもう全部やってる感じがするんで、嘘というか虚像みたいのが全くないですね。学ばせてもらったりするところとかもあったりするんで、そういう風になれたらいいなとは思います。神田チェアのかなです。まっすぐ、裏表もないし、はっきりしてるし、ガチンコクレアだと思うあんまり頭脳派ってタイプではないので、体力とか運とか勢いで今までなんとかなってきた人生ではあるので、何事もガチで取り組むようにはしてます。お店が終わってから飲み会結構やるっていうのを聞いたんですけど。あ、普通にします。こう大きいシャンパンクーラーにでかいウーロンハイ作って、お玉ですくってみんなに配るみたいなすごいガテン系な感じやだ、やだ、なんでここまで来たの。みんな和気あいあいとしてて、アットホームで、もう飲み部が高いです。クレアちゃん、自分のキャパ的に飲めないだろうなっていう限界を超えてても飲むぞみたいなそれはこっちのエゴじゃん。この仕事やってる以上はそういう立ち回りをしなきゃいけないし、それをできてない時点でそれはダメじゃん。結論さ、結局お客さん楽しんで帰ってないんだよ、意味ないじゃん。どんな時も全力ガチンコ勝負、神田茶屋クレアさんに密着。あ、めちゃいいですかわいい、めっちゃかわいいいや、すごいなってずっと思ってます。